マイク・ディミューロマイク・ディミューロこと、マイケル・ライアン・ディミューロは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ダンカーク出身の野球審判員。ディミューロとも表記される。マイナーリーグの審判員を経て、1997年に日本プロ野球の審判員を務めた後、1999年からメジャーリーグの審判員を務めている。 父のルーディミュロも1963年から1982年までメジャーリーグの審判員を務めていた。息子のケイシーも現在マイナーリーグのルーキーリーグで審判員を務めている。1990年にサンディエゴ大学を卒業しジムエヴァンス審判学校に入学。翌1991年にルーキー級アリゾナリーグで審判員デビュー。 1992年には A 久カリフォルニアリーグに昇格。1993年と1994年には A 久テキサスリーグで腕を磨くなど着実にステップを上がり、1996年にはトリプル a 久のパシフィックコーストリーグへ若手審判員の中でもメジャーに一番近い審判員と言われていた。1997年には 日米間交流の一環として、日本のセントラルリーグに派遣されたが、シーズン途中2時認識帰国した。帰国後は再び、パシフィックコーストリーグで審判員を務め、1999年にメジャーデビュー。球審として、トム・グラビンの200勝となった試合や、ロジャー・クレメンスの250勝となった試合を務めている。また、2005年には、コメリカ・パークで行われた。 オールスターゲームで三類類進を務めた。なお、メジャーリーグでの審判番号は16。この番号は、父、ルーがメジャーでつけていた番号と同じである。2019年7月18日、MLB はリミュロの審判引退を発表した。1997年、セントラルリーグ会長の川島博盛は、日米間での野球の交流、特に、 アメリカでの最新の野球技術を日本に導入することを決め、その手始めとして審判技術の向上を目標とした。セリーグ事務局はメジャーリーグ機構に依頼し、メジャーリーグの審判員か、それに準ずるレベルの審判員を派遣してほしいと要請した。メジャーリーグ機構側はメジャーに昇格した審判員を日本に派遣することは難しいと回答したが、 それに近いレベルを持つ審判員として近い将来メジャーに昇格することが確実視されていたディミューロを派遣した。ディミューロは同年2月に訪日し、オープン戦からセリーグ審判員として試合に臨んだ。しかし、ストライクゾーンを日本球界の一般的なものからより外に広く内に狭くジャッジしていたことや、当時の日本で採用されていた カウンタークロックワイズフォーメーションという審判員の立ち位置に関する取り決めに戸惑い、他の審判員との連携がうまく取れなかったことで、現場からは不満が紛失することになった。その一方で、ディミロを招聘した川島は、彼の用語に努め、これがアメリカの野球であるということを理解してほしいと、ディミロを用い続けた。同年5月17日の阪神対ヤクルト戦では、 判定に抗議した阪神吉田義雄監督を退場処分にした。そして同年6月5日の中日対横浜戦でディミュロの判定をめぐり致命的な事件が起きる。この試合の6回裏中日の大砲安明が打席に立った場面で球審のディミュロは西清隆の投じた2球目外角低めの際どい球をストライク判定した。 これに対し納得のいかない大砲は、ホワイ、ストライクと抗議したものの、その場は一旦収まった。ところが3球目のさらに大きく外れた明らかなボール球に対して、直前の大砲から受けた抗議に対する報復として、ストライクと判定。この判定に激高した大砲がディミューロに詰め寄ろうと、するとディミューロは大砲に対して退場を宣告。直後に、 中日の監督、星野千一及び、コーチ数名がディミュロンを取り囲み、バックネット方向に追い詰める事態となった。大砲の著書に、横浜側も、あれはひどかった。誰が見てもボールだったと言っていたと記されている。メジャーリーグにおいては審判員の判定は、絶対視されており、選手が公然と判定に異議を唱えることは愚か、集団で囲んで、 猛抗議を行ううななどということいいこはあありえないものであった大きなカルチャーショックを受けたディミューロは、試合後、自分のアンパイアとしてのキャリアの中で経験したことの、ない恐怖感を覚えたとコメント。翌日セリーグ事務局に辞表を提出した。当初事務局は、異流に努めていたが、長良川球場での一件が、アメリカで大きく報じられ、 メジャーリーグ機構も日本に審判員を派遣するメリットがないと判断、セリーグ事務局にディミュロを帰国させるよう要望してきた。セリーグはやむなく辞表を受理した。なお、ディミュロの帰国後、現在まで日本プロ野球では外国人審判員を採用していない。また、ディミュロの審判員袖番号は 4? ありがとうございます。